つけるかつけないか悩んでいるときは、このね、後から縫い付けられるものを使ったりします。今回はリバティでもオックス生地使いますよ。棚のよりね、ちょっと厚手ですからね。こんにちは、うさんこです。お元気ですか？今日はこちらの布で、まあね、御朱印ケースと言ってもいいんですけど、これくらいのね、大きさのものが入るフラットなポーチ、蓋付きポーチ作りたいと思います。内側にね、ポケットつけちゃおうかななんて思っていますよ。リバティのね、オックスは湯沢屋さんにありました。でね、あの本の中には布地についてもね、書いてあったりします。私のね、好きな生地のこととかも書いてあったり、種類がね、書いてあったりします。オックス、接着芯貼らなくてもいいですからね。好きな生地でリバティもね、ここに載っています。で、今回裏布にはモダファブリックさんのフレンチジェネラルシリーズの無地を使います。こちらね、上品なね、色合いといい感じの質感で、リバティと相性いいんでおすすめですよ。材料はこちら、表布、裏布、でポケットの布とボタンになります。ボタンはお好みのものを用意してくださいね。今回マグネットボタンですが、縫い付けるタイプのものを使用します。まずは表布のサイズです。 45cm×23cm、 45cm×23cm です。裏には接着芯貼りました。貼らなくてもいいですよ。私はね、貼った方が好きなのでつい貼っちゃいます。裏布です。裏布も 45cm×23cm、 45cm×23cm です。ポケットは 26cm×23cm、 26cm×23cm です。お気づきだと思いますが、横幅はね、裏布と一緒になります。接着芯はね、貼らなくてもいいですが、半分だけ貼っちゃいました。まずはポケットから作っていきますよ。角はカットしてもしなくてもいいです。厚みが気になる場合は角をカットしてくださいね。ポケットは下から16センチのところに縫い付けます。このね、下から15センチのところの線は気にしないでくださいね。ポケットは下から16センチのところにつけますよ。この字に縫い付けてくださいね。で、ポケットですが、真ん中でね、ちょっとね、2つに割ってみようかなと思います。まあ、どんな風につけたっていいので、お好みでつけてくださいね。左側にポケットの下側が来るように置きます。こちらが、袋口になります。返し口を作って、縫い代1センチで縫い合わせてくださいね。一度表に返して形を整えたら、もう一度裏にしますよ。左手に袋口が来るように置いて、輪から布端までね、15センチになるように置いてくださいね。こう、裏布側もね、輪からこう布端まで15センチになるようにします。まあ、さっきの線はね、ここの15センチの印だったんです。表布の上に裏布を重ねます。これでね、袋口を15センチ折り込んだことになります。縫い代1センチで折り込んだまま、この字に縫ってくださいね。まあ、角はね、カットします。厚くなるからカットしてるだけで、まあ、ミシンでね、厚い部分も平気で縫えちゃうっていう時はカットしなくても大丈夫です。ざっと縫い代を開いたら、返し口から表に返します。今回、四角い形が特徴なので、目打ちでね、しっかり角を出してください。袋の形を整えて、この返し口がある袋口をね、手縫いでもいいんですが、今回はね、ビーッとミシンで縫い押さえちゃいます。手縫いでもいいですからね。で、今回ね、袋口縫い押さえたので、ピシッとしたので、蓋もね、ふんわり感を残さずに、今回はピシッとさせてみようかなと思って、縁を縫い押さえます。で、ボタン、せっかくだからつけるようにしました。
手縫い針と手縫い糸でつけます。もうね、糸通しがないとなかなかね針に糸が通せません。このねマグネットボタンのね、端に4箇所輪があるので、そこをね縫い付けるんです。本体側にもボタンを縫い付けます。できました。完成です。わーい。もうこれ簡単なんでね、あっという間にできちゃうんですよね。まあ、何を入れてもいいんですけど、ご朱印帳がね入りやすいようにしています。蓋が長いのでボタンはなくてもいいとは思います。ボタンがあるとね、閉まった感はねもう結構パチって感じでありますね。うん、でもまあね、なくてもいいような気もします。で、私ちょっとねボタンつけるときに蓋の部分にねゆとり持たせて、ボタン縫い付けていますが、もうこの辺は好みです。で、一応ね御朱印帳取り出しやすいように、ちょっとねちょっとは余裕を持たせていますよ。ジャストサイズっていうより少し気持ちね余裕があります。ポケットはどうですかね。真ん中縫い押さえてみたんですけど、真ん中縫い押さえなくてもいいかななんて思ったりもしています。ポケットはねもう好みですよね。あ、ポケットねつけなくてもいいですからね。このファスナーじゃないフラットタイプのポーチって割とね使うんですよね。このマグネットねボタンが強力でね、しっかりとね4箇所均等に布に縫い付けないと、なんか布がね引っ張られて破けそうな雰囲気になります。こう裏側にポケットを着てもいいかなって思ってたら、このポーチリバーシブルでもいけるんじゃないかなって思います。その前にチロリとね御朱印帳を見たりして、返し口が袋口なので、このままねボタンがなければリバーシブルに使ってもいいですね。その際ポケットがね下ギリギリかもしれないです。まあ、ちょっとねボタンがつけた時に裏まで糸が出ちゃったのは気にしないで、ちょっとねこうリバーシブル的にもいけますね。ポケットリバーシブルに使う時、もうちょっと上に上げた方がいいかとは思います。ポケットの位置上に上げるんだったら、こうポケットね縦方向もう少し短くした方がいいかなとも思ったりします。お好みの仕様にアレンジして作ってみてくださいね。表布にねキルト芯貼っても可愛いんじゃないかなって思います。簡単なので皆さんもぜひ一度作ってみてください。本好評発売中です。見てみてくださいね。最後までご視聴いただきありがとうございます。ツイッター、インスタグラムもあります。うさんこチャンネルで検索してみてくださいね。ではまた別の動画でお会いしましょう。じゃあねー、またねー。